はい、おはようございます。アローズスクリーンの審査です。今日は滋賀県長浜市スロットスタジアム13000にやってまいりました。で、今滋賀県では6戦やって3勝3敗という成績ですので、まあ今日明日もありますけれども、これしっかり勝ち越しに持っていって、そしてもう今日こそは街道日記でもこういい流れを作れるようにやっていけたらなと思います。で、今日は入場の方が先着順ということで、まだ開店まで1時間近くあるんですけど、すでに50名以上はいらっしゃる状況ですかね。これから、並んで入場に向かいたいと思います。それでは審査の街道日記第49話よろしくお願いします。行こう、急ごう。おはようございます。あ、いいですか。ガレーゼロ取れた、よかった。雨にも負けず風にも負けず、ガレーゼロにも負けません。今日はというわけで、今日は朝からガレーゼロ取れました。収録での80戦になりますね。それでは行きます。ガレーゼロ、よろしくお願いします。今日こそは、この席は前回こちらの店で収録した時に、ラインバレルって結構いい感じの展開に恵まれた席ではあるんですよね。なので縁起がいい席だと信じて回していきたいと思います。ガレーゼロに関してはボーナス搭載の ART 機、まあ、非常にこう打ち慣れた感じのタイプの ART 機になりますので、ゲーム戦的にも分かりやすいかと思います。特定役からボーナスもしくは ART に突入させていくという感じですね。まあ、ART に入れば接触的ラッシュ、極め接触的ラッシュという、 こう魅力的な上乗せ特化ゾーンもありますので、早めに見ていきたいですね、いろいろ。非常にこう外が今日は冷え込む中で熱い実践ができればなと思ってますけど、当てたい。
ライドが低いカットインになります。確定ですね。一発目のビッグでガレーチャンス達成。幸先いいじゃないですか今日は。今日1回目のビッグからガレードロイでの ART 突入やりやしたね。これ伸ばしていきましょう。準備中から ART に関しては50ゲーム1セットの ART になります。直接役での直の性はないですけれども、上乗せとかとの接触的ラッシュ、極め接触的ラッシュというのがありますので、まあ、直接役からそちらの上乗せとかとに突入させれれば上乗せのチャンスになりますね。10ゲーム準備中でのボーナス。12ゲームですね。これでビッグ後12ゲーム。準備中でのボーナス、これはいいっすよね。今のボーナスは何だったんでしょう。やりましょう。
ざっくり。そろそろ強チェリーが欲しいところで強チェリーですね。ボーナスにも期待ができる、エアリーにも期待ができる。先ほども今回もレギュラーではありますけれども、悪くないと思います、流れは。
からね、この後。
は準備中がありますので、この間に得点がつければまたボーナス、それから接触的ラッシュのチャンスにはなりますので、生かしたい。レギュラー終わって6ゲーム、状態的にも期待ができる。今日チャンス目でボーナス1等戦ということは、接触的ラッシュに期待します。チャンス目、乗ってきたんじゃないですか。残り13ゲーム、まずは目の前の仕事。チャンス目、あなたに合わせて作り込む。
1000枚です、投資が。どうするか。取られてた。いやー、どうしよう。迷うっすね。ここはちょっと A タイプかな。187分の1。これビッグ確率が187分の1。またお世話になるか。ペロッといきます。ビッグが12回でレギュラーが3回。204ゲームからですね、スタート。であれば A タイプでも十分まくれる枚数だと思います。やばいぞ。やばいですね、このゲロット。ボーナス云々じゃなくてオレンジが落ちてこない。やめよう。これはちょっと打たれんです。打たれないですね。移動します。2回、まあ今日6回しかまだかかってない台で、総回転も1200ゲーム、まだ何とも言えないんじゃないかなというところで、ちょっと今打てた隣の台は挙動が悪すぎましたので、こっちのケロット2でちょっと様子見たいと思います。ケロットでの投資がこれで500枚になりますので、総投資は1500枚ですね。
ットですからね、まだクレジットですからね、これ。
まあ、この台での投資が300枚で、まあ、これ以上の投資はもう限界かなということで760枚結局マイナスになってしまいましたけれども、まあ、ケロットでは検討できたかなと思います。次につなげたいと思います。まあ、連敗は止めれませんでしたけども悪い負け方じゃないと思います。今日はやられやした。帰ります。帰りますとか言いながら諦めが悪いんですよ。なんかないかな。760枚でしょ。純増2枚だったら400ゲーム回せばプラスじゃないですか。その400ゲームが回せないんですよね。50枚ぐらいだったらなんかこう勝負してもいいんですよね。一発ポーンと。シンデレラブレードをあの32ゲーム回す。シンデレラブレード32ゲーム勝負しましょうか。もし当たればですね、いくかもしれない。安い色安い色。これでシンデレラブレードの、シンデレラブレードでの投資が50枚、総投資が1900枚。50枚でしたのでシンデレラプレートでは250枚のプラスですね。なので総投資からしたら510枚マイナス。あまりコインがあるので最後ジャグラー打ちます。はい、実戦終了です。今日は朝からガレーゼロですね。ガレーゼロ行きまして、まあ、なかなかこうダラダラの展開の中投資も膨らんでいきましたので、もう1000枚に行った時点でやめてケロットに移動して、結局ケロットと、それからガレーゼロでの投資が1850枚ですねになって、交換の方がこちらですね、1090枚がケロットでの交換分だったんですね。
で最後に、シンデレラブレードがまあ100枚だけ勝負させてもらって、交換の方が350枚ありましたので、今日は全部で3機種か、ガレーゼロ、ケロット2、それからシンデレラブレード3機種打ちまして、総投資の方が1950枚で、交換の方が、合計で1440枚と、収支の方がマイナス510枚と、まあ投資分にはちょっと追いつくことができませんでしたけれども、まあ負け方にいいも悪いもないですけど、まあこれまでの連敗に比べたらちょっと良くなってきてるかなと思います。でいよいよ明日は節目の第50話収録になりますので、まあ、ここで連敗も止めて節目のジンクスも破って、それから、いい流れを作れるように、明日からしっかりまた頑張っていきたいと思います。以上、シーサの街道日記第49話でした。まだ一人しか並んでません。今8時半です。9時半からの抽選なんですけどね、こう気持ちだけ先走って1時間前に並んでる。第50話、これが僕の気合です。